メッセージ、林真理子、朗読、花子です。間が差すという言葉がある。突然、悪魔が心の中をかき回し、気がつくと悪いことをしてしまうという意味らしい。何かの雑誌をめくっていたとき、町田ルミは、 この言葉を目にし、ページを閉じて考え込んでしまったことがある。倉崎浩二とのことは、間が差したということなのだろうかと、自分に問うてみたのであるが、いや、違うと、すぐに結論が出た。間が差すというのは、受動的ないかにもめめしい感じがする。 言い訳の言葉にはぴったりだろう。しかし、ああしたことは、ルミの場合、突然やってきたのではない。浮気について、自分は長いことをあれこれ考え、想像をめぐらし、相手や方法について思案をした。それはちょうど、初体験というものに似ているかもしれない。 ルミは今年35歳になる。年代的にそう奔放な青春時代を送ったというわけではないが、最初に男女の交わりのことを知った12、3歳の頃から、ずっとそのことを考えていたのだから、まあ、早熟と言えるだろう。毎晩鏡を持ち、自分との距離を次第に縮めてみる。これが、 キスをするとき、男が見る自分の顔だと合点した。やがて雑誌や友人の話からさらに深い知恵を身につけていく。明るい伝統の下、こんな風に手鏡と向かい合うだけでは不十分だと思ったのだ。夜眠るときに鏡を布団の中に持ち込むことにした。 仰向けになった状態で暗闇の中鏡を向けてみる。白く浮かび上がる自分の顔はとても気味が悪かった。鼻の穴がむき出しになり滑稽と言ってもいい。男というのはこんな角度から見た女の顔に幻滅しないものだろうかと何やら不安になる。 そして17歳の時に初めて具体的なことが起こった。その頃付き合い始めていた高校の上級生から体を求められたのだ。あの男が私の初めての男ということになるのか。そう考えると不満が募る。 そもそも相手の必要さと恋人がいなくては仲間と話が合わないというルミの見栄とによって始まった交際なのである。キスをするぐらいまではいいとしても、それ以上のことを行う男ではないとルミは判断した。だから相手の男の子がルミのある日突然プツンと弾けるように膨らんできた 胸をいじろうとしたとき、こうはっきり言ったものだ。ここまでにしてね。私、まだ、そういう気分になれないの。まだ、などという余計な福祉をつけたのは、ルミナリの思いやりというものであったのだが、相手はすっかり自分の都合良いように解釈してしまった。 おかげで、何度か危ない目にあったほどである。初体験の相手としてルミが選び出したのは、もっと別の、年上の男である。早々と短大の推薦入学が決まった後、印刷工場で教科書を発送する仕事をした。ここで、大学生の男と知り合ったルミは、 あっさりと体を与えてしまう。ルミが思い描いていた初体験の相手に、彼が一番近い容姿を持っていたこともあったし、初めてセックスをするなら、18歳までとルミが思い描いていたプランもあった。ベッドの上のルミは、かなり堂々と振る舞い、 本当に初めてなのかと相手はかなり不信があったものだ。痛みはあることはあったが、そうひどいというものではなく、ルミは本に書いてあることは少し大げさだな、と一人了解したものだ。そうしたルミの気質は、二十年近く経っても、 あまり変わるものではなかった。友人たちから浮気の体験談を聞くたびに、ルミはしゃっくりのような胸から喉にかけての甘たるい衝撃を覚えた。それを欲望とか好奇心と認めるには、ルミは少々プライドが高い。私はどうも探求心というものが、 人よりも強いようだ。ルミは思った。たとえ悪いことでも、自分でも知りたくてうずうずしてしまうんだもの。女の一人は言う。他の男と付き合いたくなったり、誘惑に負けてしまうっていうのは、やっぱりこちらにも、それなりの状況というものがあるのね。 三十を過ぎて、夫はもう私のことをまるっきり女として見ない。それから子育ても一段落する。するとぼーっと空いた時間に、なんだか相手はうまく入ってくるのよ。わかる、わかるわ。と別の一人も言った。知らないうちに大きなピリオドを一つ打ってたの。 ほっとすると同時にね。このピリオドっていうのが悲しくってね。なんだか全然別の段落を始めたくなったのね。それも夫がまるっきり知らない段落よ。やたら抽象的な言い回しを好む女であったが、大体のところをルミは理解した。今思い出してみると、 コウジと知り合ったあの頃は、確かにルミの生活に、ショーが終わるピリオドというものがあったかもしれない。一人娘のエリが、念願の私立中学に合格したのである。小学校の時に、いくつかの私立を受験したが、すべて不合格であったから、親も子も大喜びであった。 やっと姑に対しても面目が立った。医者の娘が区立へ通うなんて。と散々嫌味を言った姑なのである。ルミと夫の高雪とは学生時代に知り合った。短大の時からルミは精出して依頼のパーティーへ出かけていたのであるが、 そこに、公立医大の最上級生だった高雪がいたのである。短大時代のグループでよくいろいろなところへ出かけたが、結婚までこぎつけたのは、ルミ一人である。おかげで女友達の間から、いくつか陰口が聞こえてきたが、ルミは知らん顔をしていた。計算だけでは、結婚はできない。 が、愛情だけでも結婚は続くものではない。自分はその辺のバランスが昔から奇妙にうまいだけなのだ。初体験、いくつかの恋愛と同じように、結婚に対するシミュレーションも自分の中で何度も繰り返してきたから、高雪との生活もすんなりと始めることができた。 が、姑だけは、想像していたよりもはるかに手強かった。高雪は、東京近郊の小さな薬屋の息子である。薬剤師の、医者に対する憧れやコンプレックスというのは、サラリーマンとは比べ物にならないほど、凄まじいものらしい。一家を挙げて、長男を医者にしようと頑張ってきたうちだから、 その誇り高さは、並々ならぬものがあった。姑ときたら、息子はどこかの令嬢と結婚できるものと本気で考えていたようだ。短大でで、普通の勤め人の娘であるルミに対して、かなり意地の悪いことをしたものである。特に腹が立ったのは、娘の教育にあれこれ口出ししてきたことだ。 うちの血筋ならば頭の悪いはずがない。という言葉をまるで呪文のように何度も呟かれた時は心底ぞっとした。中学受験で再び失敗したらあの呪文はさらに長く低く呟かれたに決まっている。 決して積極的に勉強するタイプではない娘をなだめ、半ば脅し、塾へ通わせた。受験間際には家庭教師もつけた。姑はまるで玉残しのように言っているが、大学病院勤務の医師が、一体どれほどの給料をもらっているか知っているのであろうか。有名な塾や家庭教師の費用を工面するために、 ルミは最後の一年間ほとんど洋服を買わず、趣味のサークルも一つやめたほどである。精神的にも経済的にもギリギリの綱渡りを続け、それで手に入れた合格は、嬉しさというよりも安藤ルミにもたらした。入学式の日、私立の制服を着たエリと、 親子三人、ホテルの写真室で記念撮影をして帰ってきた途端、熱が出た。しつこい悪性の風が続き、病院へ通ったほどだ。あの時は本当に大変だった。おかんと石とで家事ができず、実家の母親に来てもらう羽目になった。 そしてゴールデンウィークが始まる頃に、風はやっと感知し、ルミは美容院に出かけた。役落としというほど大げさなものではないが、そこでパーマが取れかかった髪を、スパッと短く切ってもらったのである。思いがけぬほど長引いた病にもいいところがあり、三週間で、 ルミは4キロ痩せた。町田さん、顎の線がものすごくシャープに綺麗になってるから、思い切ってうんと短くしましょうよ。馴染みの美容師の言葉をルミは称賛と聞いた。4月の陽光が鏡の枠いっぱいに差し込み、女盛りを満ち足りて過ごすルミの顔を輝かせた。 まだ若い綺麗な肌だと自分でも思う。わずかに二重の線を作る顎が悩みだったのであるが、それも今は解消したようだ。美容師が鏡の前を離れた隙に、ルミは小さなあくびをした。その時、息とともにつぶやきが漏れた。 私も、浮気しようかな。その言葉にルミは驚き、そして、くすりと笑った。自分はなんと正直者なのだろうというおかしさ。そして今自分が望めば、叶わぬものはないという自信。あの日、確かにピリオドが打たれ、 ルミは新しい段落を求めていたに違いなかった。コウジはある大手の出版社の編集者である。これもルミの好みにかなっていた。もし愛人を持つことがあれば、夫とは全く違う職業で、しかも普通のサラリーマンでなければいいと。 ルミは空想の中で考えていたからである。そうかといって変わった職業や肉体労働者などというのもまっらだと思う。無職の若い男と付き合ったばかりに散々金をむしり取られた人妻の話をルミは仲間の女から聞いていたからである。その点、編集者というのはなかなか知的に見えるし、 ルミの興味を引く。短大を卒業したとき、すでに高雪との結婚が決まっていたから、ルミは就職もせず、家事手伝いという身の上になった。しかし、もし OL になっていたとしたら、当然、出版社というのはターゲットに入れていたに違いない。そして、コウとルミとが知り合ったきっかけは、皮肉なことに、 娘の私立中学合格であった。何でも一流私立中学合格の秘訣。母親は高努力したっていう座談会をやるんですって。もちろん加盟にするし、後ろ姿しか映さないようにするっていうから、町田さんお願いよ。突然電話をかけてきたのは、娘の小学校時代の同級生の母親である。 夫はマスコミ関係と聞いていたが、出版社の編集部というところに勤めていることを初めて知った。そういえば、彼女本人も、どこか垢抜けた格好をし、サバサバしたところがある。だったら、オタクがお出になればいいじゃないの。オタクの京子ちゃんも、私立に合格したんだし、ルミの言葉にくったくなく、ケラケラと笑う。 ダメダメ。私立って言っても、うちは偏差値47のとこなんだから。編集部が欲しいのは、偏差値60のとこなのよ。ねえ、町田さんお願いよ。主人の後輩から頼まれてるのよ。レディス画報って言えば、そう悪い雑誌じゃないでしょその雑誌は、時々ルミも買っている。グラビアが多い贅沢な雑誌だ。 ああいうものを作る編集者というのは、一体どういった人種なのであろうかと、つい曖昧な口調になってしまった。ねえ、町田さんお願いよ。世の親たちに、いかにして優秀な子供を作り上げるかっていうこと、教えてあげてちょうだいよ。それが一流って言われるところに子供を合格させた親の義務よ。受話器の向こうの女は、 自分が編集者になったかのような口調である。絶対に仮名にして写真もわからぬように撮るという条件でルミが承諾したのは、やはり娘の合格という晴れがましさとともに、持ち前の好奇心のせいだと、後でルミは何度もこの時のことを思い出す。 その日、散々迷った挙句、ルミはレモンイエローのスーツを着ていった。入学式に着ようとして、実家の母、シュート目双方から派手すぎると反対されたものである。しかし今日は生まれて初めて編集者という人たちに会うのだ。あまりやぼったい格好で行きたくはない。 顔が判別できるような写真は撮られないと分かっていたが、午前中は美容院へ出かけた。丁寧にブローしてもらうと、ルミの髪は栗色に輝き出す。白髪はまだ一本もない。銀座のホテルの会議室で、5人の母親が顔を合わせたが、ルミは 自分が飛び抜けて若くて美人だという確信を持った。エリを生んだのは23歳の時であったが、ここにいる女たちの中では、おそらく一番早かったのではなかろうか。中学から子供を私立に行かせようという家ならば、母親はおしゃれにも気を使い、物腰も洗練されているものであるが、ルミ以外の4人は、 いずれも、もっさりとした、おばさんという雰囲気だ。今年、息子を麻布中学に合格させたという母親などは、まるで牛のように太っていて、あれでは子供が学校でからかわれるのではないかと、ルミは人事ながら心配になった。皆さん、今日はお忙しいところ。 本当にありがとうございます。背の高い男が立ち上がって挨拶をした。ネクタイを締めず、薄いタートルネックのセーターにジャケットという服装であるが、無礼な感じはまるでなかった。それどころか、スーツ姿よりもはるかにシャレて見える。綿素材と思われるズボンは、緩やかな不思議な形をしていた。 これが、工事であった。私は、レディス画報編集部の倉崎と申します。こちらは、そばの若い女を紹介した。女はかわいそうなほど不器量であるが、着ているものが体操されているので、ほとんどの人は、かなりのところまで誤魔化されるはずだ。 うちで記者をしております。斎藤と申します。本日は司会をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。レディーズ画報では最近特に教育問題に読者の方々のすごい関心が集まっております。アンケートでもぜひこちらの特集をやってくれという声が多いんですよ。お子さん方を一流私立に合格させた皆さん方というのは読者の先望の的なんです。 どうか今日はそのお知恵の一端を我々にお与えください。女はこういう場に慣れているらしく、よどみなく言葉が出てくる。人との接し方も大層助才ない。合格までは大変なご苦労が終わりだったでしょうね。そのところをまず順番にお話しいただけませんか端からということで、まずは関さんから。 牛のように太った女は、関という名前らしい。見た目は鈍重であるが、恐ろしく、早口である。まずは地盤話を一腐り始める。うちは主人が麻布東大なんですの。皆さんのお宅もそうでしょうけど、こういう男屋っていうのは大変ですよ。男の子なら麻布から東大へ行くもんだって決めてかかってるんです。当然そうなるものと信じて疑いませんの。 私はね、幼い時からとにかく子供に絵本を読んで聞かせてきました。そうやって反応を見ていくんですよ。長方形のテーブルの真ん中に座っていたルミは少しずれて男と向かい合う位置になっている。男は眉が太く二重の大きな目をしている。その割には動画に見えないのは おそらく唇の薄さのためであろう。への字に下がった唇は彼を意地悪げにも皮肉屋にも見せる。しかしその唇が水平の位置に戻ると男がなかなかのハンサムだということはすぐにわかった。唇や顎のあたりでしきりに動く男の左手をルミは見ていた。 指輪がないことを、密かに喜んだのである。どう見ても三十代半ばに見える男は、おそらく既婚者であろう。それでも、結婚指輪をしない男というだけで、ルミは嬉しい。男はふと目を上げてルミを見つめた。それはいささか無遠慮な視線であった。彼の立場であったら、 五人の女たちを平等に見つめなくてはいけないはずだ。それなのに、男のそれは、明らかに選別をした末での視線なのである。ルミは男を咎めようと、唇で合図をしようとした。軽く苦笑いするつもりだったのだ。ところが男はいきなり、にやりと笑いかけてきたのである。 左手で口元を隠しているのであるが、ルミの位置からは白い歯さえ見える。それは、共犯の笑いであった。やってられないよな。あんただってそうだろ。唇以上に、その目は語っていた。関という女はまだ喋り続けている。 私はね、私立合格というのは子供に対するプレゼントだと思っておりますの。だから息子にはよく言って聞かせました。今はママのことを恨んだり嫌だなーって思うかもしれない。だけどね、あなたが大人になった時にきっとママにありがとうって言ってくれると思うわ。私、教育の根本っていうのは今日を考えることじゃなくて10年後を見つめることだと思っておりますの。それは主人も同じ教育方針ですわ。 結局、一時から始まった座談会は、四時近くまでかかった。そろそろ夕食の支度をしなくてはいけない女たちは、そわそわと立ち上がる。その時、男が、意外なことを言い出したのだ。皆さん、お忙しいとは思いますが、お時間がある方だけでも、夕食はいかがですか コーヒーでも飲んでいるうちに、下のアーケードの店が開くと思うんですけれど。斎藤という女の記者が、軽減そうな顔で男を見つめた。交通費という名目で、先ほどルミたちは封筒に入った金を受け取っている。もうこれ以上用事も、接待する義理もないはずであった。後で工事は言う。 とにかく必死だったよ。このまま、あんたを返したら、きっかけっていうものがなくなっちゃうからな。驚いたことに、女は三人とどまった。ルミとセキという女、それから娘を日本女子大の付属に合格させたという、真っ黒にゴルフ焼けした女である。 コーヒーハウスで取り留めのない話をした後、三人の女と康二とは、開店早々のホテルの中の和食屋へ入った。ビールを飲みながら聞く康二の話は、大層面白く、女たちは大はしゃぎしたものだ。女性誌の編集部に配属される前まで、康二は文芸誌に席を置いていたのであるが、 そこで何人かの作家を担当していたという。名前は言えませんが、誰でも知っている流行作家です。と前置きして、康事はその作家の女性に関するトラブルを話し始める。原稿を書いているホテルで、本妻と愛人が鉢合わせをした。その時、作家は大慌てで壁から絵を外し、 愛人に持たせたという。すぐにやってきた妻に向かい、ホテルの部屋に絵を収めているギャラリーの人だと説明するためだ。もちろん奥さんにはすぐにわかりますよ。化粧が濃いから。多分、銀座のギャラリーの方なんでしょうねって嫌味を言ったそうですけど。ゴルフ焼けの女は大げさに手を打って笑う。まあ 作家の奥さんも大変ね。土量が広くなきゃできることではないわ。途中で席を外し、ルミは家に電話をかけた。幸い夫は夜勤の日なので、冷凍庫のハンバーグを調理して食べるように、娘に指示したのである。それなら友達とファミレスに行ってもいいでしょそこで夕飯食べる。 中学生になった途端、行動半径が急に広がったエリは、ウキウキした調子である。それでヌミはぐっと気分が楽になった。食事の後、コウジは、今度は軽く飲もうと女たちを誘ったが、それもついていくことにした。夕食が心配だからという席が帰り、 ゴルフ焼けした女とルミが残った。後でコ事ジは、一生懸命トランプのババ抜きをしているのに、まだついてくるのかという感じだった。と打ち明けているが、その苛立だった感じはルミにははっきりと伝わり、男の怒ったような目を見ると、体がつま先から痺れた。 こんな感触は何年ぶりだったろうか。酒が入ってくるにつれ、男はますます魅力的に見えてくる。話が面白いばかりでなく、仕草が気が利いている。それに時計や靴の凝っていることと言ったらどうだ。茶色の銅ということのない靴なのであるが、よく手入れされて、 鈍く光っている表面を見るたびに、ルミは息苦しくなってくる。靴にこれほど手間暇かける男は、一体、どれほど優しく女を愛舞するものであろうか。多分ルミの知らない世界は、この靴の歩く先に広がっているのだ。 そして決定的な工事の微点が明らかになった。僕は独身ですよ。松市っていうやつです。三年前に女房が家を出て行ってからずっと一人なんですよ。勝利は目前に迫っていた。自分が望んでいたものがとても良い状態で、 目の前に現れる。そんな幸運を、ルミは何度か経験している。夫の時もそうであった。だから、二件目のバーで電話番号を聞かれた時、ルミはためらうことなく、むしろ、誇らしくメモを差し出したものだ。また、記事をお願いしてもいいですか うちの雑誌は町田さんみたいに綺麗でセンスのいい奥さんをいつも探してるんですよ。男の言葉をなんとかわいらしいのだろうと微笑んで聞いた。全く言葉で取り繕うことほど欲望が無様に出ることはないのだ。 工事からの電話がかかってきたのは、それから5日後であった。もてなし上手の主婦のアイディアということで、23コメントをくれないかというのだ。ご自宅の近くまで行きますよ。お昼でもどうですか近くのサンドイッチハウスで軽い昼食をとった。その時に、工事ははっきりと、仕事ではなく、 純粋にデートの申し込みをし、ルミは承諾した。二人はすでに了解が済んでいたことになる。だから四日後に、ホテルの上のバーで飲んだ後、小競り合いや懇願というものもなく、すんなりと、五階下のダブルの部屋へと入っていけたのだ。しょっちゅう。 こんなことをしてると思わないでくれよな。長い切符を終え、なぜか工事は威嚇するように言ったものだ。モデルやアルバイトの女にすぐ手を出す編集者がいるけど、僕はそう言うんじゃないんだからな。本当に、あんたに、一目惚れしたんだ。そうでなきゃ、 取材で知り合った人の女房と、こんなおっかないことできるかよと、工事は乱暴にルミのワンピースのジッパーを下ろした。それから、ワクワクすることが始まった。ルミは初体験の男と夫を含め、三人の男しか知らない。それも、若い頃に知り合った男たちである。 夫の方はそう成長の気配もなく、淡々とした夫婦関係が続いているだけだ。工事のセックスは、特殊なことをしているわけでもないのに、すべてが新鮮だった。まず、いくつかのリズムがある。突然手荒に裏返されたり、足を開かれたりしたかと思うと、そこから、 デリケートで、静かな行為が始まるのである。そして、それがしばらく続くと、今度は、惜しい打楽器の時間になる。ルミは戸惑いながらも、とにかくついて行こうと走る。息切れがする。それが、歓喜の鼻息だとわかるのに、時間はかからなかった。 まだ、まだ、と心のどこかで計算していたのに、ルミはいきなり噴水のように吹き上げられていったのだ。友人の話通り、後悔など少しも感じなかった。男の胸の中で呼吸を整えながら、ルミが手にしていたものは、充足感である。 浮気なんていうものは、こんなに簡単にできるものなんだ。しかし、油断をしてはいけないとルミは考える。もしかして家に帰った途端、罪の意識に自分は苛なまれるのではないだろうか娘の顔をまっすぐに見られるだろうか また会ってくれるよね。このまま別れるのは嫌だよ。男の手が伸びて髪をいじり始めたが、ルミは黙っていた。そういうことは、家に戻り、すべてを確かめてから答えることにしよう。 ところが、予想していたような罪の意識はまるで起こらなかった。パジャマのまま宿題をしていたらしい娘が2階から降りてきた時は少々うろたいたが、ケーキの箱を出してごまかせる程度のものであった。この時、娘が無邪気にケーキにかぶりついたら、また別の感情も湧いたかもしれないが、 めっきり大人っぽくなったエリは甘いものに顔をしかめる。やだ、こんなものを今の時間食べたら明日の朝大変なことになっちゃう。まあまあったら私を誘惑しないで。その誘惑という言葉に少しばかりドキリとしたぐらいだ。帰りが遅い日を選んでいたので夫とも顔を合わせることもなくその日は 風呂に入って寝た。いつもよりもゆっくりと湯船に浸かり、体のあちこちを確かめる。ルミの立場がわかっているらしく、コウジはどこにもキスマークをつけていなかった。あれだけの激しさを見せながら、これはできるようでなかなか難しい作業だ。 どうやら工事はかなり遊び慣れているらしい。しかも大手出版社勤務という立場はそれなりの社会的地位もあるし、夫やルミのいる世界と触れ合うこともない。また会う約束をしてもいいだろう。ルミは首筋に絹のタオルを当てながら考える。 多分、あの男なら安全だ。あんなぴったりの相手が現れるなんて、私は、ついているかもしれない。こうして、コウジとの交際が始まったのであるが、当然のことながら、ルミはすべてのことに大層気を使った。連絡を取るのはルミの方からと決め、 会社に電話をするときは、偽名を使った。大川事務所の遠藤って言ってよ。工事は楽しげに計画に加わる。大川事務所って何なのそんなもの、あやしないよ。大川と遠藤っていうのは、僕の大学の時の同級生の名前。出版社なんて、 やたらいろんなところから電話かかってくるんだから、誰も疑いやしないよ。だけど、電話かけるときは、はきはきとキャリアウーマンっぽくしてくれよな。素人さんの電話は、かったるくて、すぐにわかるんだよ。娘の受験のために辞めた、フランス語の勉強会に、また入り直したと、嘘をついた。 このサークルは勉強会とは名ばかりで、しょっちゅう食べ歩きや感激に出かけるグループである。このことを、夫もよく知っていたから、夜遅くまでの言い訳に使うことも可能だ。ルミはさらに用心を重ね、ホテルを使うことも拒否した。都心のホテルというのは、様々な人が利用している。 自分や夫の知り合いと出くわさないという保証はなかった。レストランやバーに行ったのだと言い張っても、男と一緒のところを見られるのはまずい。働いている女ならともかく、普通の主婦がやたらホテルに出入りするのは、いかにも不自然である。ルミは密会の場所に、工事のマンションを使うことを提案した。 出版社の安くはない給料をそのまま使える工事は中目黒に小綺麗なマンションを借りていたのだ。地下鉄をうまく乗り継いでいけばルミの住む町からはそう時間はかからない。おまけに歩いていける距離に気の利いたイタリアンレストランや寿司屋が何軒かある。都心で会うよりもはるかに安全というものであった。 こうして、月に二度の工事との応接は、滑らかに開始された。月に二度という数字は、なかなか理にかなっているとルミは思う。そう相手に溺れることもないし、そうかといって鼻につくこともない。適度の距離と愛情を保っていける回数だ。 工事と会う日は温めるだけにした夕食を用意し、夕方家を出た。マンションではこれまた早めに会社を引けた工事が待っている。出版社というところは時間が自由になるところで、忙しい時は徹夜に近い状態が続くのだが、それが終わると昼間から映画を見たりしているらしい。 オートロック式のマンションはブザーが鳴って鍵が開く仕組みだが、この時間がルミにはとても長く感じられる。時々扉が向こう側から開けられたりする。テレビドラマではこんな時知り合いに出くわしたりするのであるが、そんなことはまずあるまい。家賃が高いマンションであったから中年以上の住民が多く、大抵は滑稽なほど 小さな犬を連れた五重絡みの女だ。彼女たちは、ルミに目を留める様子もなかった。合鍵を渡しておこうと工事が言ったことがあるが、ルミはとんでもないと答えた。キーホルダーに余計な鍵をぶら下げておくなどというのは、夫以外の男がいると、自分から見せびらかしているようなものではないか。 そうかといって、鍵をハンドバッグや宝石箱に忍び込ませておくのも、あまりにも危険が大きい。随分用心深いんだね。ま、当たり前か。工事は皮肉っぽい笑いを浮かべたが、この時の表情を、妙にルミは覚えていたものだ。あの時、すでに、 何かを感じていたせいかもしれない。誠に快適に見えたルミの不倫であったが、十ヶ月目に終焉を迎えることになった。全くの偶然であるが、始まりと同じように、娘のエリがきっかけである。エリは帰宅途中、 家の近くでオートバイに引っ掛けられて左足を骨折するという事故にあったのだ。工事との密会の日でなかったことをルミはどれほど神に感謝したことだろう。病院に向かう途中、私が行けなかった。娘の足を無事に治してくれたら、私はもう二度と彼には会わない。と手を合わせ。 心の中で何度も呟いたものだ。幸い、エリの怪我は大したことがなく、入院も一週間だけで、あとは通って治ると医者は言った。ああ、よかった。と、ルミは少し涙ぐみ、そして本当に、もう二度と、コウジとは会うまいと心に刻みつけたものだ。 この趣旨を差は、ルミが神との誓いを絶対に守ろうとしたからだけではない。そろそろ、男とのことに、飽きてき始めたこともある。秋に、高雪が内科副部長に就任した。この若さで大したものだと、祝いの電話が次々にかかってくる。 その年送られてきた聖母の豪華さと言ったらなかった。十万円分のデパートの商品券の包みは確かな重みがあり、それは今のルミの幸福のように持ちごたえがしたものだ。あの時にもしかすると、そろそろ潮時かもしれない、とルミの中に 決意が芽生えていたのだろう。エリの隊員が明日に迫った夜、ルミは工事に電話をかけた。家の中にコードレスの電話はいくつかあるが、彼にかける電話は決まっていた。それはリビングルームの奥のテレビの横に置いてあるものだ。ここだと帰ってきた家族が、 急にドアを開けたとしても会話を聞かれる心配がない。クリーム色の何の変哲もない受話器であったが、それはいつの間にか特別の存在になっていた。掃除の途中、ふとそれが目に入り、一人顔をあからめたこともある。が、この受話器を 男のために使うのも、今日が最後であった。ルミは、物語のヒロインにふさわしく、背筋を伸ばし、低い声で呟いた。本当に楽しかったわ。でもね、あなたとのことは、もう、終わりにしなきゃいけないのよ。やっぱり、 いけないことをしてきたんですもの。ずいぶん早かったよな。男は受話器の向こうで呟いたが、言葉の少なさに彼の驚きと怒りが現れているようであった。が、それはそれで、ルミを満足させる。この男は、 まだ自分に未練を持っているらしい。が、自分にはない。持っていないことが、これほど優越感をもたらすのは、おそらく、未練だけであろう。あんたっていう女は、最後の最後まで、自分勝手だよな。もし僕が別れたくないって言ったら、 どうするつもりなんだ男のこんな脅しも可愛い。それは困っちゃうわ。でも私はあなたのことを信頼しているし。<laughs> 僕も見くびられたもんだよな。僕がもしあんたの旦那に全て話すって言ったら、 どうするんだよそんなことするはずはないでしょあなただって一流出版社の社員なんですもの。立場っていうものがあるもの。あんたね、出版社の社員を誤解してるよ。我々は普通のサラリーマンなんかと違う。ヤクザな商売なんだよ。 スキャンダルなんかビクともしないよ。いやね、そんなおかしな口調やめてちょうだいよ。ここまではルミは楽しんでいた。あれほどクールに見えた男であるが、案外自分に対して本気だったらしい。しかしそれは、最後に味わうデザートのようなもので、甘みがわかった途端、 サジを置かなくてはならない。そろそろ、夫が帰ってくる時間でもある。とっても楽しい時間を持てたんだから、それでいいじゃないの。私は、とっても素敵な思い出だと思ってる。ねえ、私たちみたいな仲の二人は、思い出以上のものを、求めちゃいけないのよ。本当に。 思い出だけかな。男は確かに含み笑いをした。あんた、何か残しているものがあるんじゃないのかそんなはずはない。ルミは必死になって、この十ヶ月のことを思い起こした。友人に誰一人として打ち明けていない。 手紙を書いた覚えもない。自分の方はもちろん、男の友人、知人にも会っていない。行きつけの店というものも作らなかった。中目黒のレストランには順繰りに出かけていたし、後半になると、むしろ工事の部屋で出前を取ることが多かった。ルミは、裁判所の被告席に立った自分を思い浮かべた。 証人側には工事が座っていて、どこからか、夫ではない、見知らぬ男の声が聞こえてくる。それではあなたは、この証人に、一度も会ったことがないというのですね。ええ、昨年の5月、仕事で一回お会いしましたが、それっきりです。その証人が、何と言おうとも、 証拠というものがまっきりないでしょもう一度、ルミはすべての記憶を戻してみる。手紙どころか、メモも一行も書いたことがない。工事の部屋には何一つ置いていないはずだ。歯ブラシや櫛といった類のものはもちろん、 CD や本一冊置くこともルミはなかった。以前、工事がふざけてポラロイド写真を撮ってくれたこともあったが、あれは枚数を確認して家にすべて持ち帰り台所の流しで燃やした。最初は火がつきづらかったが、因賀紙の部分に差し掛かるとパッと勢いよく燃え出したものだ。あの炎の大きさを 今でもはっきりとルミは覚えている。自分は言ってみれば、完全犯罪を成し終えたのだ。この犯罪は、人が死んだり、傷ついたりしているわけではない。だから、こちらが完全犯罪と宣言しても、何の文句もないはずだった。もう、電話切るわよ ルミは言った。もう私、あなたに、二度と電話をしませんから、よろしく。私も辛いのよ。最後の言葉は、自分でも、取ってつけたようだと思った途端。ある音が、突然、ルミの耳によみがえる。 あの機械音の一部のような女の声。ただいま出かけております。ご要件はテープにどうぞ。いつもは無視し、工事がいない時はガチャリと切った時間だ。しかし、あの時は違っていた。 エリが交通事故に遭った時のことだ。気が動転し、受話器に向かって喋り続けた。そんなわけで、明後日の約束、キャンセルしてね。いずれ、落ち着いたら、私たちのことで話したいことがあるの。いくら廃止あっていても、難しいことは山のようにあるわ。そんなこと、どうか理解してちょうだい。 あれからまだ日は浅い。ルミの声がテープに記録されている可能性は十分にあった。もしテープがあるとしたら、どうやって取り戻したらいいのだどうして自分は終わりという時に、愛し合っているなどという言葉を使ったのだろう ルミは混乱のあまり、受話器を持ったまま、荒い息をする。あんたさあ、工事の声が次第に離れていく。世の中の男や、 すべてのことが自分でコントロールできると思ってるのは間違いだよ。そのくらい。まだわかんないとはね。ルミは声が出ない。ひょっとしたら この沈黙さえも、録音されているかもしれないという恐怖に、今、囚われている。 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集「文芸」「ホラー」「スリラー」「サイコサスペンス」人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。